50% の税金なんです。幸福実現党は再減税を掲げています。消費税は 8% から 10% に上げる、とんでもございません。 5% まで必ず下げなければ日本の景気もっと悪くなります。少子高齢化が始まってと自民党が言い訳をしていますが、平成元年少子高齢化が始まったわけではありません。つい最近、団塊世代方々がリタイアする頃になって、実際本当にここ数年が少子高齢化始まったばっかりで、28年前平成元年にはこのようなことありませんでした。なのに28年間も経済成長をしてこなかったこの自民党をはじめとする既存の政党、既存の政治家に日本の経済任せるわけにはいかないんです。景気を良くしなければ、日本の景気を上げなければ国の税収も増えていきません。どうしたら景気を良くすることができるのか、当然ですが今5割が国が使っているわけです。税金として5割が持っていかれます。5割が民間企業、民間人が使っています。そう考えたときに、私たちのお給料、この税金で持っていかれて国が使う方が経済が良くなるのか、民間企業がお金を使う方が元気になるのか、今50、50です。私たち減税訴えているのは、国が使うのが4割、3割、2割と減っていったら、民間企業が使うお金が5割、6割、7割と増えていくということです。当然民間企業がお金を使った方が景気は良くなります。役所が使っても、もちろん役所が使うというのはその下請けじゃないですね、その事業を請け負った民間企業が使うことにもなりますけれども、実際に民間企業がお金を使う先というのは、もっと儲けるために、もっとサービスを良くするために、もっといいものを作っていくために、本当に大事なお金ですから、お金を使い道、これを選別して大事に大事に使い、そして結果的にいいサービス、いいものができて、それが評価されて日本だけではなく海外にも輸出されて会社は大きくなっていきます。このように本当に民間であれば、自分が稼いだお金であれば、きちんとお金を使うということ、そのお金が価値を生んでいくということ、こういうことに使っていきます。しかし国が使うとどうなるか、まさにばらまき政策で象徴されているように、非常に乱暴なお金の使い方をいたします。例えば1000万円もらっている方でも、極端に言えば2000万円もらっている方でも、一律子ども手当とか何とか無償化ということで恩恵を被ります。これは本当に無駄なお金の使い方です。こういうことをやっているから、日本の借金、この28年間で1000兆円も作ったんです。この今の政治の重税のトレンド、流れを食い止めなければ、日本の経済もっと悪くなっていきます。だから幸福実現党は減税を徹底的に謳っています。消費税 5% へ減税するというだけではございません。相続税も、そして贈与税もゼロにいたします。会社で払われます税金、これも 10% 台に落としてまいります。法人税ですね、法人税も 10% 台に落としてまいります。先ほどから申し上げている通り、私たちは税金半分以上が国に持っていかれるんです。今日初めて私知りました。6月28日何の日か、納税の日だということです。皆さん納税の日初めて聞いたと思います。6
6月28日までは私たちは国に税金を納めるために働いているということだそうです。6月29日以降働いたお金が私たちのお給料として実際に自由に使えるお金として私たちがに入ってくるお金だそうです。半分が国に持っていかれる、そういう重税国家に今の日本はなってしまった。だから景気が上がってこないということです。幸福実現党、民間企業の活力に経済の主導権を返すということ、これを訴えかけているんです。今50-50です。民間企業が稼いだお金の半分は国がばらまき政策に使っている。これだと本当に知恵のあるお金の使い方、価値を生むお金の使い方、こうはなりませんよと。民間企業はもっと夢を持って希望を持って会社を大きくしていくこと、稼いでいくこと、これによって雇用も生まれ、また従業員の皆様のお手当、給料なども上がっていきます。これが働く喜びにもつながってまいります。幸福実現党は幸福を実現する党でございます。一人一人の幸福、いろんな幸福があると思います。家庭の中で夫として妻として子供を育てていく喜び、幸福、これものすごい幸福です。またお父さんやお母さん、できれば一緒に生活をして面倒を見てあげるということも、やはり親孝行という幸福、こういうものもございます。幸福というものを本当に追求していく、これは主体者意識に自分たちが主役となっていく、主体者となっていく、こういうこと非常に大きいです。稼いだお金の半分が税金で持っていかれて、半分が知らない人がそのお金を使う、ばらまきで使う、また役人の方であれば天下り先の企業にそのお金が行って、そして不要なパンフレットなど作る、これで価値生まれません。また政治家が使えば自分のひいきにしている業界に補助金を出す、そしてその自分の権力、票をもらってくるという、こういう使われ方、政治の腐敗を見ます。今回急な解散総選挙となりました。国民の皆様もなぜこの時期に解散総選挙するのと、皆様も知っていらっしゃるかもしれませんが、解散総選挙どのくらいの費用がかかるか、600億円以上かかるんです。前回の解散総選挙616億円のお金がかかりました。皆さん、600億円もの私たちの税金が今回の解散総選挙で使われるんです。何のための解散総選挙か意味が全く分かりません。 2% の消費税増税の使い道をなぜ今私たちに信を問う必要があるのでしょうか。むしろ解散しては一番いけない日に解散をしました。総選挙になります。10月10日昨日です。北朝鮮のまさにミサイル実験、核実験がされるのではないかと言われていたタイミングです。解散を決めた9月17日18日の朝刊に出ていました。9月17日というのはいつどういう日か、その2日前に北朝鮮のミサイルがやはりこの列島を越えていき、北日本、北関東、東北、北海道は J アラートが鳴った日なんです。その2日後に解散してんです。その2週間の間に何が起きたのか、2回のミサイル実験、そして1回の核実験が8月29日から9月15日の間に立て続けに北朝鮮がこの日本海近辺で行われたんです。そして金正恩国家主席が日本の4島、北海道、本州、四国、九州、すべて核ミサイルで
沈没させてやると言って言ったその直後に解散総選挙を開いたんです。国難突破解散と言いますが、国難突破するにはどうするか、唯一国の防衛や安全保障を考えること、そして決議することができるのは国会だけなんです。姫路市長でも兵庫県庁でも県知事でも市長でも市議会議員県会議員さんでも国防について議論すること決定することできません。国防を決定できる国会をこの緊迫した中で解散し、政治の空白1ヶ月以上起こすということ、これは本当に国民を守る気持ちがあるのか、国民だけではありません、国土を守る気持ちがあるのか、そしてもう一つ国の主権を守るつもりがあるのか、この国民、国土、主権という国というものの3要素、これを今の自民党をはじめ国会議員の皆様、守るつもりがないということが一番の国難であると、甲府実現党9年前に8年半前に立党し、一貫して皆様に訴えかけております。今日本の政党政治非常な危機になっています。民主主義の危機になっています。なぜなのか、民主主義というのは正直な政党政治の中で生まれてまいります。例えば安倍首相、嘘つきです。なぜ嘘つきなのか、2012年自民党が与党に返り咲いた時、安倍首相、原子力発電所は2030年までにやめると言っていたんです。そして政権与党になった瞬間に原子力発電所推進に回りました。こういう嘘があったら、私たちはどの政党を信じていいか分からなくなります。そして政治に対する興味をなくします。政治に興味をなくせば誰が得をするのか、政治家だけです。自分たちだけがプロのような顔をして、私たち国民には難しいことわからないだろうと、そのような態度で臨みます。実際私たちは今回の解散総選挙の意味わかりません。それは決して私たちが政治がわからないことではなくて、今の政治家がやっているデタラメな政治がわからないだけなんです。正直に何をする政党なのかがわからないで、どの党を選べばいいんですかということです。希望の党、何をするのかわからない、党の綱領もほとんど出てない、わっつらなこと、きれいごとをちょっと言ってるだけで、1ヶ月ぐらい前にできた政党に票を入れることなどできません。立憲民主党、希望の党に入ろうとしたら排除された、排除されたからしょうがない、立憲民主党を作った、こんな政党を選べるわけないじゃないですか。本当に政治をやるのであれば、政党を政治をやるのであれば、何のために政党を作るのか、これを明確にして政治活動を行って、そしてそれに賛同する方々が集まって、そして国民に信を問うのが政治で選挙ではありませんか。こういうことが行われないで、ありがとうございます。私たち国民は選べる政党がないのは当たり前ですし、選べる議員がいないのも当たり前です。前自民民主党だった方が民進党になり、そして立憲民主党なり、また希望の党なり、無所属になっている、これは私たちはこの8年間で騙されたと言わざるを得ません。民主党さん、去年が民進党さんに名前変えました。去年80億近く、97億円の政党助成金いただいてるんです。私たちの税金から97億円も民進党さんに行っているんです。今民進党さん
150億円もお金持ってるんです。そのお金は私たちの税金です。それを民進党さんが回答するんです。そのお金はどこに行くんでしょうか。本来なら民進党さんに行った税金150億円、これは国に返さなければいけないお金です。それが希望の党に行ったり立憲民主党に行ったり、また残った民進党に行ったり、私たちはそういう方々にお金を出しているのではないんです。このように今政党政治民主主義が本当に危機になっている。だから良識のある国民私たち一人一人が選挙に関心を持てない、さらに投票する政党がない、このように言ってます。皆さん、幸福実現党を信じてください。私たちは清潔で勇断できる政治、大減税によって民間企業がしっかりとそのお金を使える政治、そして日本の国を守るために憲法9条を改正し、国防費を上げ、そして自衛隊を防衛軍としっかりと明記いたします。例えば北朝鮮との問題が激しくなった今年の夏に、アメリカの議会では国防予算を上げるという決定をしました。北朝鮮に対抗するためにアメリカの国防予算、日本の予算の10倍以上あると言われる予算をさらに上げる決定をいたしました。これが国会議員、国としてのやるべき立場なんです。防衛というのは自分たちがの立場より相手にどう防衛するかですから、相手の立場に合わせて自由にというか臨機応変に姿を変えていかなければいけない。なのに日本の国会ではそのような審議がされていないんです。国会議員の先生方しか日本の国を守るということを決定できないんです。700数十名の国会議員の先生がしっかり日本の国を守るということを当然ながらやってくれているという前提で、それ以外のことは議論されています。ところがこの北朝鮮の流れを見ても、日本の国会議員、国を守るという責任感がないと言わざるを得ません。どう対処しようとしているのか、アメリカ、トランプ大統領を任せ、これが本当に責任のある国家なのか、自分の子供たちにどう言い訳するのかです。北朝鮮が万が一日本に 核ミサイルを落としたといったとき、お子さんに日本はどうして対抗できなかったのと聞かれたとします。どう答えるんでしょうか。日本は憲法9条あるから対抗できないんだよと、誰が日本国憲法を決めたんですかと、お父さんが決めたんですかと、いやアメリカが決めたんだよと、アメリカのトランプ大統領が守ってくれなかったから日本はそうなったんだよと、よその国の政治に、よその国に日本の国を守るという責任を押し付けて独立国家、主権国家、それを言えるんでしょうか。日本の国は当然日本人が守る当たり前のことです。サムライジャパンとかいろいろサムライという言葉聞かれていますが、サムライの国だったんではないですか。日本はサムライというのは戦争したいんじゃないんです。責任を取るのがサムライです。切腹というのは世界でも切腹という言葉で有名です。自分で腹を切る責任を取るのが侍国家だと世界の方々は思っています。日本の政治家、責任を取るつもりがあるのか。日本の国を守るということ、決して戦うということじゃありません。江戸時代200何十年続きました。刀を使うのは切腹の時だけ、戦争などありません。自分の国、刀を持っているその責任感、それで武士は矜持を保っていました。武士の心意気、責任を取るということです。私たち幸福実現党は日本の国を必ず守るということ、そのために刀、これは人を斬る
切るための刀ではなく、戒めのための刀であり、そして責任を取るための刀でございます。こういう日本に戻していかなければ、もう世界の国々に対等な国、大人の国として日本はいなされなくなってしまいます。幸福実現と国防、そして経済力も同じです。 50% が税金で持っていかれて、政治家がそのお金を使い道を決めることのところに政治家としての権力が発生するんです。天下り先がどんどんできていって、無駄な税金がどんどん使われます。そしてばらまきという形で非常に乱暴なお金の使い方をされてしまいます。その結果が1100兆円の借金なんです。減税しなければいけません。大減税によって経済の主体を民間企業に戻すこと、民間企業は優秀で元気になります。日本人は働くことが好きです。いいものを作って社会に貢献することを日本人は誇りに思ってる、喜びに思ってる、そういう仕事をしている時が幸福なんです。そのように稼いだ人が知恵と汗を使って稼いだお金をさらに社会に貢献できる新しいサービス、新しいものを作って、この経済、日本の経済元気にし、また素晴らしいサービス、素晴らしいものを世界に輸出することによって世界貢献もしていくという、こういう明るい日本、元気な日本を必ず幸福実現党を作ってまいります。幸福実現党小選挙区では今回、ここ兵庫では立候補者おりません。しかし比例区では幸福実現党、幸福党とぜひお書きください。この近畿ブロック、兵庫県をはじめとする近畿ブロック、幸福実現党候補者6名擁立し、全国でも全11ブロック41名擁立して戦っております。幸福実現党、大減税によって民間企業を元気にする、日本の国は自分で守る、国防強化、必ず大人の国、独立国として主権国家として日本の国を、2600年続いたこの美しい日本の国をさらに素晴らしい国にして、私たちの子供孫に、子孫にバトンタッチ必ずしてまいります。兵庫駅ご通行中の皆様、幸福実現党、幸福実現党でございます。正直な政治必ずやってまいります。幸福実現党は宗教政党です。神のもとに私たちは嘘はつきません。必ず正直な政治を行ってまいります。皆様のご支援心からお願い申し上げます。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。ただいまご挨拶をさせていただきましたのは、今回衆議院選挙比例ブロックより立候補しております幸福実現党幹事長、松島博典でございました。ありがとうございます。続きましてもう一人、比例ブロックより立候補しております、ご当地姫路市出身、港優子より、皆様に立候補のご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いいたします。姫路駅前ご通行中の皆様、こんにちは。本日は大変お天気もよく、この姫路駅前ですね、外国人の方がたくさんいらっしゃいます。今ご通行なさっている方の本当に半分ぐらい、海外から観光に来られた方なのではないかなというふうにも思うんですけれども、皆さんが来てくださってとても嬉しいです。どうして海外の方がこの姫路に観光に来られるのか、美味しいものがあって優しい人たちがいらっしゃって、さらに豊かな自然や美しい世界遺産がある、そして何よりもこの日本が安全であるということが言えるからだと思います。さらには日本人が戦後
復興の中から努力に努力を重ね、汗と涙と知恵の結晶でもって作ってきた様々なる素晴らしい商品、こういうものを海外の方は求めていらっしゃいます。世界のどこでも体験することができない、この姫路、兵庫、日本でしか体験することができないものを求めて海外の方はたくさん遊びに来てくださっているわけでございますが、その前提となりますこの日本、ここが安全であること、平和であること、これが実は今脅かされようとしているということは、皆さんも少なくとも皆様もご存知のことかとは存じます。そうです、テレビニュースでやっております北朝鮮、北の問題でございます。ここの問題はですね、もうかなり激しくなってきておりまして、昨日は北朝鮮労働党の72年目の党設立記念日でございました。この記念日にミサイルが飛ぶか、核実験がまた行われるか、それともアメリカが北を攻撃するかというようなことが言われておりました。この危険はまだ過ぎ去ったものではございません。このような中で、この日本におきましては昨日衆議院選挙公示日を迎えました。ニュース新聞等でさまざまなる政党の主張を皆様聞いておられるかとは存じますけれども、このたくさん観光客が来られるこの素晴らしい姫路、兵庫、この日本のその前提となる安心安全を守るということをきちんと明確に訴えている政党がどこにあるでしょうか。おそらく私たち幸福実現党以外にはございません。これは胸を張って言うことができることでございます。こういうことをですね、立党8年前9年前に言っておりますと、何言ってるんだと、バカなんじゃないかと、危機を煽るなというふうに言われたこともございましたが、今同じようなことをおっしゃる方は本当に一部の方であり、日本が平和であるということを信じきっている、大変国際情勢に関し目をつぶっていらっしゃる方というふうに言わざるを得ません。特に若い世代の皆様はこれからこの国がどうなっていくのか心配していらっしゃる方が多くいらっしゃいます。私もそのような声を直接聞いておりますし、どうして政治家は自分たちのことを本気で守ってくれないんだというようなことを言われたこともあり、大変悔しく感じました。どうぞよろしくお願い申し上げます。私たちはこの国をしっかりと守っていく、この志、信念、そして政策を変えたことは一度もございません。自分の国を自分で守る、当たり前のことのように聞こえますけれども、戦後72年間日本が経済繁栄を優先し、お金儲けを優先し、そしてその中で忘れ去ってきてしまったもの、一つは心の大切さ、一つは家族の絆の大切さ、そして一つは自分たちのことは自分たちでやる、この当たり前の考え方でございます。しかし私たち日本人の心の奥には先祖代々培ってきました美しい日本人としての情緒があり、また侍精神、大和なでしこ精神というものがございます。戦前は日本の女性をお嫁さんにすることは世界で一番幸せなことだと、世界の誰よりも日本人をお嫁さんにしたいと本当に言われておりました。ドイツ人なんかですね、本当に日本の女性をお嫁さんにしたいということを言っておりました。なぜか芯が強いし我慢強いし、それでいて家族をしっかりと守る、
こういう美徳が私たちの先輩たちにはあったわけでございますし、こういうものが今まだ私たちの清流には流れております。ここ姫路なんかもそうでございますが、姫路城なんか見ていただければ皆様よくお分かりかと存じます。本当に凛とした美しい佇まい、まあ、それでいて気品あふれており、悪いものは寄せつけないという、まあ、そのような雰囲気を醸し出しておりますが、それが私たち日本人の清流に流れている日本人魂というものでございます。ですのでこれをですね、政治の世界でも具体的に表していきたいというふうに思うんです。具体的には自分の国を自分で守る、小さい単位に起こしていきますと、自分のことは自分でやる、自分の家族は自分で守る、そして自分の地域は自分でやる、さらには自分の国は自分で守るということでございます。昔の偉い方が言っておられました。終身自分の身を治めてから国を治め、さらには天下を治めていくんだと、まず自分のことをきっちりやらないといけないというふうに言っておられました。自分のことをきっちりやるというのはどういうことでしょうか。それは自分で額に汗して稼ぎ、そしてできるだけ国家のお世話にはならないようにするということでございます。今選挙になりますと、いろんな政党がいろんな政治家があなたにお金をあげます、だから票をくださいというようなことをやっております。まあ、それを給付金ですとか補助金ですとか、さらにはなんとかの無償化ですとか、なんとか手当というようなことで表されております。まあ、こういうことを聞きますと、まあ、特に子育て中のお母さんなんかでいらっしゃいましたら、それはお金がもらえると助かるからその政党を支持しようかなというふうに思われるわけでございますけれども、子どもの立場からしてみますと、政府がお金をくれてそれで学校を出してもらったとしても、まあ、全然嬉しくないわけでございます。子どもが親に感謝するのはどういう時かと言いますと、親が苦労して働いて自分のためにお金を貯めて学校を出してくれた、この親に対してなんとか自分が早く立派になって恩返しをしたいものだというふうに考えるのが真っ当な子供であると思います。親が時には自分の食費や衣服を節約してそれで自分を育ててくれた、これが日本のあるべき美しい家族観、教育観だったのではないでしょうか。ところがいつの間にかお金をばらまくことで、政治家は票をもらい、親は国からお金をもらい、子供はそれで育っていく、そんなことで家族の絆が強くなっていくとは決して思えません。私たち幸福実現党はこの日本がなくそうとしている、しかし皆様の心の奥には必ず流れているこの家族の大切さ、心の大切さ、考え方の大切さ、こういうものを政治の場面でも取り戻していこうというふうに言っている政党なんです。海外の方から見てもこの日本には美しいもの、素晴らしいものがたくさんございます。まあ、その一つが日本の皆様、戦後荒廃期から立て直してきてくださった先輩の皆様の素晴らしい、まあ、経済成長を支えた商品サービス、こういうものでございます。この姫路にも漏れなくそういう企業ございまして、まあ、牛尾電機さんはじめ鳩屋さんとか招き食品さんとか素晴らしい中小の企業がたくさんございます。こういう企業がもっともっと発展して姫路の経済を支えてくださる、これを私たちは望んでいるわけでございますけれども、それを阻害しようとしているのが法人税という税金であり、さらには今希望の党なるもの、そしてその他の政党も言っておりますが、企業の内部留保というものに税金をかけようというふうにしております。内部留保というものは帳簿の上では
お金として計上されているものでございますが、これはただただお金だけではなくて、まあ、現金ももちろんございますけれども、有価証券、株とか債券、さらにはその企業が持っている土地や建物、機械、設備、こういうものが全て合わさって内部留保というふうに言われております。ここに税金をかけていく、そんなことが実際にできるのでしょうか。土地や建物にはもうすでに固定資産税がかかっております。その他企業はすでに法人税を払った後のお金を貯めておりますので、そこに税金をかけるというのは二重課税というふうに言われまして、税金の法則に反しております。そしてどうして企業がお金を持っているのか、それはいざという時のために、業績が悪化した時のために、そのお金を使って労働者を雇う、これを続けていかないといけないからなんです。企業には責任があるんです。労働者と、そしてその家族を養っている、食べさせている、社長には大変重い責任がございます。それを勘案することなく、一言で内部留保が300兆円あるから、そこに税金をかけるというふうに言っている政党というのは、会社が傾けば結局困るのは従業員であり、従業員の家族であるということが分かっていない無責任な政党であると言わざるを得ません。私たち幸福実現党は、この企業の自由、そして企業で働いていらっしゃる従業員とその家族を守るためにも、内部留保への税金、こういうものは絶対にしてはならないですし、国際競争力を保っていくために、韓国のサムスンなんかに負けないようにするために、法人税を国際競争力のある 10% 台に下げていかなければならないと考えております。そしてさらにさらに、この日本から素晴らしい商品、素晴らしいサービスを生み出し、姫路に来られていらっしゃる観光客の皆様にも、もっともっと喜んでいただける、自分の国もこういう風になってほしいなと思ってもらえるような、そんな姫路、日本を作っていきたいと思うんです。幸福実現党は、今政治になくなりかけているけれども、皆様の心の奥にある家族の絆の大切さ、日本人の勤勉さ、さらには日本人の心の持ち方、こういうものの大切さも訴えてまいります。そしてそれを政策として表してまいります。どうか皆さん、この日本の未来を憂いていらっしゃる皆様、さらには若い皆様、皆様の未来はこの幸福実現党の政策にございます。どうぞ一度政策をお手に取って、そして幸福実現党、10月22日公示日を、投開票日を迎えますので、その際には比例区におきましては、幸福実現党を応援、清き一票にて応援していただければ、本当に本当に嬉しく思います。どうぞ今後とも幸福実現党をよろしくお願い申し上げます。ご清聴誠にありがとうございました。ご清聴誠にありがとうございました。ただいまご挨拶をさせていただきましたのは、ご当地姫路市出身の今回比例ブロックより立候補しております、湊優子でございました。今回の衆議院選挙、既存の政党や看板を付け替えただけの政党ではもう任せられないと思われている多くの有権者の皆様、新しい選択としてぜひ比例は幸福、幸福実現党に皆様の一票をお託しいただきますようにお願い申し上げます。先ほど18歳になったばかりの若い女の子から、今回初めて投票に行きます、偏見のない目で全ての政党の政策を見て決めたいのでチラシをくださいと言ってくださいました。ぜひここにおられる多くの皆様にも、幸福実現党の自信のある政策、こちらを手に取っていただき、選択肢の一つに
加えていただきますようにお願いを申し上げます。愛媛事情のような真っ白なところでこの国の政治を変えたい、自分の国は自分で守れる侍国家にしたい、安い税金で皆様のお財布を守りたい、8年前から一貫して減税と国防を訴えている唯一の保守政党、幸福実現党、ぜひ全国全比例ブロックで幸福実現党へのご支援賜りますようにお願いを申し上げまして、ここ姫路での街頭演説会を終わらせていただきます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。どうぞこの後も暑いですので皆様お気をつけて一日をお過ごしくださいませ。素晴らしい一日になりますことを心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。幸福実現党でございました。